デジタル単一市場における著作権に関する指令は欧州連合加盟国に対する著作権指令の一つである。デジタル化や国際化の社会変化に対応して著作物利用の例外規定を拡充したほか著作者や実演家への公正な報酬の保障を通じたデジタル著作権市場の健全化などを目的としている。2016年9月14日に欧州委員会が提案 2019年3月26日に欧州議会で承認され、同年4月15日に欧州連合理事会が採択したことにより、2019年4月17日に成立した。EU 指令としては2019年6月7日に発行しており、これを受けて EU 加盟国は2年後の2021年6月7日までに国内放課して履行する義務を負っている。 インターネットを介して流通するデジタル著作物の保護を規定した指令としては2001年の情報社会指令などがあるが2019年の DSM 著作権指令は2001年以来の大型改革でありその可決をめぐって激しい対立を生み出したことでも知られている特に物議を醸したのが通称リンク税と呼ばれる第15条と アップロードフィルター条項と批判された第17条の2点である。これらは著作権侵害を抑止して公正な報酬を保証する内容であることから、著作権者や新聞、出版社などの伝統的なメディアからはおおむね、好意的に受け止められているものの、著作物の二次的利用を提供するインターネットサービス事業者や一般ユーザーなどからは反発が強い。また、 各国の憲法で保障されている。表現の自由が侵害されるとして、人権擁護団体からも懸念の声が上がっている。スペインにある欧州連合知的財産庁の建物。エウイポでは、個人著作物に関するデータベースなどを公開、運営している。DSM 著作権指令の主な目的は以下の3点が掲げられている。デジタル化。 国際化社会に対応した著作権の制限と例外規定の拡充著作物利用にかかるライセンス許諾の観光を改善し著作物に利用者がアクセスしやすい環境を整備著作権市場の健全化これらの目的の背景には2001年の情報社会指令以降国を超えたデジタル著作物の流通が加速し新たな技術革新に伴って著作権市場のビジネスモデルも 多様化したことがある。例えば、ビデオオンデマンド型の映像、音楽のストリーミング配信、他社の配信した報道記事などを集約して閲覧できるサービスを提供するニュースアグリゲータ、ビッグデータを活用した人工知能の研究開発などの存在感が増した。また、一般ユーザー自らがコンテンツを容易にオンライン、公開できるようになった。 このようなオンラインサービスを提供する事業者と著作権者及び一般ユーザーとの間でライセンス許諾や利用料の徴収、分配、著作権の権利放棄といったルール整備が必要となったことが DSM 著作権指令制定につながっている及び2016年に欧州委員会が行った調査によると一般インターネットユーザーの57%がソーシャルメディア ニュースアグリゲータ、または検索エンジンを介して、ニュース記事に触れている。また47%は、ニュース記事の大元となる新聞、雑誌社などへのサイトリンクをクリックせず、アグリゲートされた媒体上だけで閲覧を完結している。映像、音楽に関しても、これらのコンテンツをインターネット経由で視聴しているユーザーは、全体の49%に上り、 うち40%は15歳から24歳であり、週1回以上の頻度でテレビ番組のインターネット配信を視聴していると報告されている。このようなデジタル時代において EU の著作権指令は全身的に対応してきており、DSM 著作権指令以前にもデジタル著作権関連の指令は11本が存在する。 そして2019年の DSM 著作権指令は、これら既存の指令を完全に廃し上書きするものではなく、あくまで強化、改正するものとして位置づけられている。特に DSM 著作権指令と深い関係にある、過去の指令としては、以下が挙げられる。目的1点目の、制限、例外規定とは、著作権者の独占的な権利を一部緩和し、 第三者による著作物の自由な利用を認めるものである。具体的には以下の3用途が著作権侵害に当たらない行為として DSM 著作権指令上で明文化された。2001年の情報社会指令では第2章第5章で21の制限、例外ケースを規定しており EU 加盟国が国内著作権法で21の制限、 例外ケース以外を追加してはならないとしている。この21ケースをベースに2019年の DSM 著作権指令によって新たに上述の3ケースが追加されたことになる。DSM 著作権指令における TDM とはパターン分析、トレンド把握や相関分析などを行うためにテキスト文書やデータを自動解析する手法であると定義されている。 科学研究機関や分解産機関が第三者の著作物を使って TDM を行う際、著作権者の排他的な権利は及ばず、著作物のデータ保存におけるセキュリティ対策を講じている限りにおいて、著作権侵害に当たらないと定められた。また科学研究目的以外でも、検索エンジンなどクローラーによるオンライン公開データの取得、分析は著作権侵害に当たらない。 教育目的の著作物利用に関しては、出典と著作者名を表示する必要がある。ここでの教育目的であるが、教育機関の監督責任のもと、あるいは教育施設内での利用であり、かつ利用者が学生や教職員に限定されている場合である。つまり、教材販売や学府といった、一般的に市場で販売される用途は含まない。なお、 教育目的であっても著作権者に公正なライセンス料を支払うべきかについては EU 加盟各国で別途定めることができる。化遺産機関による著作物の複製についてもその保全、記録媒体を問わず合法と定められた。上述の制限、例外ケースに該当しなかったとしても著作権者から許諾を取れば著作物を第三者が利用できる。 しかしどの著作物の権利を誰が持っているのか、そして利用料はどのように支払うのかが不透明では、せっかく創作された著作物が社会で利用されずに埋没してしまう。そこで著作権者と利用者を円滑に結びつける窓口として著作権管理団体の役割が DSM 著作権指令でも規定されている。CM は一般的に 書籍や音楽など著作物の業界ジャンルごとに複数存在し、著作権者の代わりにライセンス料の決済、分配を集中的に担っている。例えば、フランス著作権法のように、すでにシエモの組織運営や許諾に関する手続きなどが細かく成分化されている国も EU には存在する。これはもともと2014年の著作権。 集中管理指令に対応したものであり、DSM 著作権指令がこれを継承している。DSM 著作権指令において、CMO は絶版となった著作物の複製、販布、公衆伝達を非営利目的で行うため、これらの著作物を管理する分解産機関との間で非独占ライセンス契約を締結できると定められている。 利用にあたっては著作者の氏名を表示する必要があるものの非営利であればウェブサイトにも公開できるただし映画やテレビ番組などの視聴覚著作物の著作者が第三国に本拠を構えている場合や視聴覚著作物以外で第三国で最初に公表されたものについてはこのようなライセンス契約の定めの対象外となるまたライセンス許諾を付与する 分解産期間は EU 加盟国内で設立されていることが条件となる。ビデオ,オンデマンド型の映像コンテンツ配信に関しても特別規定が設けられている。コンテンツ配信のライセンス許諾上に問題が生じた場合は中立機関または仲裁機関に紛争解決を付託することができ、その詳細手続きは EU 加盟各国の国内法で定めることができる。 ドイツ・ベルリンで行われた抗議活動のプラカード、フィルター、自由と書かれている。ドイツ・ベルリンで行われた抗議活動、インターネットを救えと書かれている。目的3点目の市場健全化とは、著作物を第三者が利用した際に、著作権者に公正な報酬が支払われる仕組みを目指した内容である。しかし、第15条と、 第17条はそれぞれ、リンク税、アップロードフィルター条項と批判的に呼ばれ、指令の提案から成立にかけて世論は、賛否両論を繰り返したことで知られている。指令が、欧州議会で可決した2019年3月時点でも、メディアでの報道は、原案の条番号で表記していることがあり、留意が必要である。まず、報道著作物についてである。 DSM 著作権指令における報道著作物とは、編集、公閲体制を整えた、新聞、雑誌、ニュース報道など、いわゆるジャーナリズム活動によって創作される、言語著作物を主体とする。ただし、科学論文雑誌など科学、学術を目的とした定期観光物については、当定義に含めないとされる。第三者の報道著作物をニュースアグリゲータなど、 インターネットサービス事業者が利用する場合、利用料を支払わなければならないと DSM 著作権指令で規定された。例えば、Google ニュースで新聞や雑誌記事が使われた場合、発行元である新聞社や雑誌社はその記事利用料を Google ニュースに対して要求できる。なお、このような報道著作物の執筆者が例えば、フリーランスなどの立場で新聞、 雑誌などに寄稿している場合、新聞社、雑誌社に対して、現行利用のライセンス許諾を与えているか、または著作権そのものを譲渡しているケースが考えられる。このような場合でも、インターネットサービス事業者が利用料を支払う相手先は、新聞社、雑誌社であり、ライセンス許諾、または譲渡契約の内容に基づいて、利用料を執筆者に分配する、マネーフローとなる。 第15条はあくまでインターネットサービス事業者を想定していることから以下の条件に該当する場合は利用料の支払い義務は発生しない。Wikipedia のロゴを流用したインターネットミームの例。新指令によってミーム創作の自由が奪われるとの懸念が広まった。続いて一般ユーザーが創作して YouTube や Facebook などにアップロードした文章や画像。 音声などの扱いだが、ユーザー本人に著作権が発生することから、アップロード先との間で権利関係の問題が発生する。DSM 著作権指令では、2001年の情報社会指令の方針を踏襲する形で、プラットフォーム事業者がユーザーからライセンス許諾を得るなどの権利処理を求めている。これにより、アップロードしたユーザーは報酬に関して、 プラットフォーム事業者との間で交渉しやすくなることが期待されている。ただし、コンテンツ共有が非営利目的あるいは、少学の収益に限定される場合は、たとえライセンス許諾などの手続きを怠ったとしても、免責される。なお、非営利で運営される Wikipedia や、教育、科学目的のオンラインレポジトリー、GitHub に代表される、オープンソース向けソフトウェア開発プラットフォーム。 B2 バイトのクラウドサービスなどは、第17条の適用対象外となる。また表現の自由を擁護するため、同17条では引用、批判、解説、仮価値は、パロディないしパスティー種の目的であれば、ユーザーがコンテンツを自由に創作してアップロードできると、定めた。還元すると、これらのコンテンツを、プラットフォーム事業者が、著作権侵害の恐れがあるとして、 未だに削除してはならない。過去に、このような制限、例外規定を導入するかは、EU 加盟各国の判断に任されていたが、DSM 著作権指令によって明示的に義務化、されている。プラットフォーム事業者に課された規定には、ベストエファーツ、ウィズハイインダストリースタン y Standards of p r o f e s s i o といった表現が使われており、ライセンス許諾や利用料などの具体的な手続きが、 DSM 著作権指令上で定められているわけではない。よって、あくまで業界や時政に即した EU 加盟各国の国内放化に任されており、私的契約の自由と著作者、著作隣設者が受け取れる報酬の公正性の間で、バランスを取ることが求められている。上述の指令内容が固まるまでの間、欧州連合では議論と修正を重ねる必要があった。 その経緯を解説していく。デジタル社会に対応した著作権問題に国際社会が本格的に取り組み始めたのは1996年に署名されたワイポ著作権条約及びワイポ実演レコード条約である。これら2本の条約はインターネットを介したインタラクティブ送信を想定しておりデジタル著作物の違法コピーといった技術的 保護手段の回避への対策などを規定に盛り込んでいる。EU ではこれを受け、2001年に情報社会指令を成立させている。情報社会指令では特に複製権、公衆伝達権、及び反復権について言及するとともに、著作者や著作隣接者が有する、これらの独占権に一定の制限、例外を設ける規定が含まれている。 デジタル単一市場戦略を推進したジャンクロード・ユンケル欧州委員会委員長しかしながら著作権者などからの情報社会指令への批判が強かったことから欧州委員会にて欧州単一市場サービス担当委員を務めるフランス出身のミシェル・バルニエが情報社会指令の抜本的な改革に向けた当事者検討会合を2013年初頭から開始すると宣言した 検討課題として挙げられたのは、著作物の越境流通、テレビ、映画著作物のオンライン配信への法的保護、音楽著作物の複製に対する利用料などである。ところが、欧州委員会には改革に後ろ向きな姿勢を取る委員も少なくなかった。なぜならば、2004年にはソフトウェア特許、2007年には著作物利用料に監視、 欧州委員会は改正提案を行ってきたものの、いずれも廃案に追い込まれた苦い経験があったためである。このような背景理由から欧州委員会は改革に向けて慎重に歩みを進めた。80問からなるアンケート形式のパブリックコメントを2013年12月から2014年3月にかけて募り、その結果を2014年7月に取りまとめて公表した。また、 著作権の例外、制限規定によって、どのような経済的インパクトが生じるかも2014年5月に調査、分析されており、テキスト及びデータマイニングや、教育目的、または、指摘利用目的などについて考察されている。同2014年には、ルクセンブルク元首相のジャンクロード・ユンケルが、欧州委員会委員長に選出されている。ユンケルは強固な、フェデラリストと評され、 欧州統一通貨ユーロの立役者の一人としても知られている。その選挙キャンペーンでは、労働者への最低賃金を保障しつつ、デジタル単一市場を達成すると目標を掲げた。この公言に即し、ユンケル委員会では、重要政策の一つとして、デジタル単一市場を挙げ、副委員長兼デジタル単一市場、サービス担当委員にはエストニア元首相のアンドルス。 アンシップを起用している。DSM 著作権指令も、このデジタル単一市場戦略の一環として、位置づけられ、指令案策定の準備が進められていった。EU における立法プロセスの三者、構造 EU 指令を成立させるには、欧州連合の通常立法手続きを踏む必要がある。すなわち、欧州委員会が、法案を提出し、 欧州議会の単純過半数及び欧州連合理事会の特定多数から共同採択されて初めて成立する。仮に欧州議会で原案そのままあるいは修正付きで承認したにもかかわらず欧州連合理事会が難色を示した場合は三者対話の機会が持たれる。これは欧州委員会、欧州議会、欧州連合理事会からそれぞれ代表者を出して 行う公式に定められた交渉であり、共同採択の迅速化を目的としている。ドイツ5番ウィキペディアが、欧州議会の最終投票を5日前に、抗議のためブラックアート DSM 著作権指令も、この手続きに則り、欧州委員会が2016年9月14日に、指令案を提出した。続いて、欧州議会司法委員会にて審議が開始され、 2016年10月12日には本県の特別報告者としてマルタ出身で欧州人民党所属のテディース・コモディーニ・カチアが任命された。2017年6月15日には特別報告者がカチアからアクセルボスに交代し、2017年9月下旬に欧州議会司法委員会での採決が予定されていた。しかしながら、 2016年の欧州委員会が提出した原案に対する修正項目が996箇所にも及んだことから採決は複数回先送りされることとなった。この間、人権及びデジタル関連を擁護する非営利56団体が共同で公開質問状を提出したり、電子商取引指令で掲げられた一般ユーザーの 行動にインターネットサービス事業者が監視責務を追いかねない条項は2000年の電子商取引指令の方針に反するとする学術研究レポートが公表されるなど強い反発を受けることとなったその一方で著作権者や出版業界の権利保護強化を支持する学術研究レポートも提出されている欧州議会による指令採決の様子賛否両論がありながら 欧州議会司法委員会ではようやく2018年6月に司令案の承認までこぎつけた。ところが、欧州議会司法委員会の修正案は2018年7月の欧州議会本会議で否決され、司令案をさらに修正して2018年9月に再採決が行われた結果、可決した。この可決は、司令案そのものへの可決ではなく、 司令案を欧州連合理事会と交渉することへの合意決議である。これにより、欧州委員会、欧州議会、欧州連合理事会による三者対話が2018年10月よりスタートした。その後2019年2月には三者対話の結果を踏まえて第15条と第17条を中心に修正が加えられることとなる。 最終案は2019年3月26日に欧州議会で、同年4月15日に欧州連合理事会で、それぞれ承認された。欧州議会の政党略称であるが、欧州人民党グループ、社会民主進歩同盟、欧州自由民主同盟、欧州緑グループ、欧州自由連盟、国家と自由の欧州運動、欧州保守改革グループ、欧州統一左派。 北方緑の左派同盟となっている。2019年3月の欧州議会における最終投票は賛成348票、反対274票、非権129票であり、投票数に占める割合は賛成55.9%、反対44.1%となっている。投票間違いを修正後は賛成338票、 反対284票である。この集計修正は最終投票の直前に別途部分修正についての投票が行われていたことに起因する。これは通称リンク税と通称アップロードフィルター条項をそれぞれ個別に投票するか否かについて問う投票であった。仮に可決していればリンク税とアップロードフィルター条項を最終投票の 対象から外すことができた可能性があった。結局、この個別投票方式は、賛成312票、反対317票、危険24票で否決された。ところが、投票者のうち10名は誤って反対を投じ、2名は誤って賛成を投じ、1名は危険のつもりだったと主張した。彼らが正しく投票していた場合、 個別投票方式は可決されたはずであった。欧州議会議員の出身国別に見た場合、賛否比率の傾向は大きく異なる。2019年4月15日の欧州連合理事会における投票結果。2019年4月の欧州連合理事会における最終投票は賛成19カ国、反対6カ国、棄権3カ国の結果となった。 賛成19カ国で EU 人口の71%超に達することから可決に必要な特定多数を満たすこととなった。欧州連合理事会の国別投票結果、なお反対した国の内オランダ、ルクセンブルク、イタリア、ポーランド、フィンランドの5カ国は解約であるとして最終採決に先駆けて共同反対声明を提出している。こうして、 ウヨ曲折しながらも欧州議会と欧州連合理事会で共同採択されたことから欧州委員会が法案提出してから約2年半後の2019年4月17日に DSM 著作権指令は成立した EU 指令としては2019年6月7日に発行しておりこれを受けて EU 加盟国は2年後の2021年6月7日までに 国内放課して履行する義務を負っている。なお、先例となる2001年の情報社会指令の際には、国内放課に約1年半の猶予期間を設けていたものの、実際に期限内に国内放課を済ませることができたのは、ギリシャとデンマークの2カ国のみである。特に遅れた8カ国に関しては、欧州委員会から欧州司法裁判所に不履行が通達された経緯がある。 2019年5月24日、ポーランド政府は DSM 著作権指令が検閲を助長し EU 諸条約に反するとの理由から欧州司法裁判所に抗議申し立てを行った。ありがとうございます。